はい、皆さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。じゃあ、この福島弾丸トリップの第一発目の企画、しりとり、しりとりコミュニケーション、はい、始めたいと思います。はい、お願いします。はい、そうだ、罰ゲームをね、考えてって言われてる。罰ゲーム、そう、車の中、福島着くまで語尾、語尾なんとかとか。あ、罰ゲームじゃ語尾何する？語尾、福島の語尾って。あ、福島なんか方言、福島の方言、わかります。自分が思う福島弁で喋ってりゃいいんだよ。東北弁か。あ、とりあえず訛りをつけて。あとで東北の方に怒られる可能性はある。そうですね、多分。一回しか言ってません。東北一回も行ったことないです。それでは木村くん、はい、何でしょう。この福島のイメージといえば何ですか？皆目見当もつかないのですが行ったことがないので、松尾芭蕉の俳句がすげえイメージにありますね。松島とか宮城なんかそれのイメージしかないから、ね、福島じゃないみたいですね。福島じゃない、東北のイメージしかないですね。なかなか失礼っぽい。先生、あまりにも前半がひどかったので割愛しました。まあ、今まで一旦ここはリセットなので、今まで使ったやつは一旦 OK って形で。僕ら同年代なんですけれども、僕らの世代で流行った音楽アーティストの名前、アーティストといったら誰ですか？木村、あ、木村さんじゃない、かける、ルー大島、ルー大島、結構アーティストじゃねえ。ルー大島が、あ、でも流行ったね。流行ってちょっと英語と日本語混ぜる、うん、あの感じね。そんな感じで結構面白いなこの人から中学校時代ちょっと憧れてたっていう。憧れて、それでフィジー行ったの？それでフィジーに行ってちょっと英語勉強しようかな。そんなきっかけがあったんだ。そう、そういうちょっと大きい存在がね。じゃあ、アーティストなので、まあそうだな、平井堅さんとかはなんか一番、なんか僕たちの2000年代ぐらいが一番勢いあったかなって。なんかいろんなドラマの主題歌とか。確かに。だからそうだな、そこら辺のなんかちょっと僕はどちらかというとそういうバラードが好きだったかなって。ちょっと今、そうですね、平井堅かな。なるほどね、二人とも。なるほどね、そこら辺いくんだ。でも俺らの世代で一番流行ったのはやっぱりミスチルじゃないかな。あー、ミスチル、確かに。ミスチル、ミスチルだとほうき星とかよく聞いてました。アニメとか何か見てましたか？海賊が出てくる、やっぱワンピースはずっと、あ、はい、多分頂上決戦編ぐらいまでは見てた。あー、いいね。あー、マニしか見てないね。ワンピースは実はロビンが敵なところぐらいで終わってる。はい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 、黒子だよ。アラバスタ編ですか？そこ以外はちょっと知らない。あー、まあアニメはどう？嘘らしくなっちゃった。最初からですよ。最初からずっとそこに。ワンピースといえばね、やっぱいろんな海外とか、海外みたいないろんな島に行ってっていうような感じだけど、まあみんな、多分ここみんな留学経験者で海外とか好きなのかなと思いますが、どうですか？海外は好きなんですけれども、うん、まあ一回しか行ったことがないので、なんかもっといろんなところに行ってみたいかなとは思いますね。例えばそうだな、まあ一つ行ってみたい場所がギリシャなんですけど、なんかギリシャでこういろんなこうギリシャ美術とかなんかそういう勉強してたことも一回あったので、それはちょっとすごい気になってる。ギリシャ、
医者。医者。医者。やでいいです。やばいねそれ。ギリシャ。木村くんすごいアーティスティックな感じだね。ねえねえねえ。いいねその話。ギリシャ僕行ったことないんで実は。はいはい、僕フィジー行ったんだけど、はい、フィジーはどういうイメージ？いい意味でも悪い意味でもめちゃめちゃ騒がしい感じ。なんかみんなテンション高いみたいな。そういうイメージ。実際そうなんだよね。やっぱりフィジーに行ってみて日本人よりみんなやっぱ腹ちぎれるぐらい笑ったり、もうほんとしょうもないことでみんな大盛り上がり、うん、そしてなんといってもフィジーの文化としてあるのがあのドローを飲むっていう、はいはい、でもドロー見たことある。これがカバっていうんだけど、そうこのカバがもう僕はたまらないね。根っこだよね。木の根っこを使って作られている飲み物だよねあれね。そうだね。味どうだった？タンパク。タンパク。タンパク。臭いの？海苔よりは臭くない。ね。海苔よりは臭くない。臭くないね。ねえロシアはどう？ねえ使ったよね。ということでかけるがアウトです。アウトです。すげえぼんやりした決着。難しいなこれ。難しいな。皆さんもぜひやってみてください。やらないだろ。じゃあかけるはアウトということで、今日ゆず D とお話しするときはかける君の想像する東北弁。あどえりゃ簡単。どえりゃ違う。名古屋だな。名古屋だな。きっと名古屋だなそれ。今行きたい国はどこですか？カナダとか行ってみたいって思ってて本当に。オーストラリアと今カナダで迷ってる。ルーマニアとか韓国とかもなんか近いから気になりますけどね。ネパールも楽しいよ。ネパールも行ってみたいし ね。年頃共和国とかあったっけ？消してないね。消してないね。ネパールの出身国ってどこでした？ああ、詳しい人。ケニアじゃなくて、多分ブラジル。ルオシマのところ。日本じゃん。日本だ。嘘はダメだ。俺もそうだけど。嘘だ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 。なんてきっと編集できないな。やばいですね。難しい。とりあえずゆずさんに謝ろう。そうだな。あでも編集の力でどうにかなるはず。どうにかやってもらおう。